次に小惑星の発表となります。小惑星は1、2、3年生低学年による群属の発表と4、5、6年生高学年の気学合奏の発表に分かれて行います。まずは低学年の群属発表です。群属とは複数人数が声を合わせてその文章の世界を表現する芸術活動です。児童は日々の家庭学習で音読を行い、物語文章を読むということに意欲的に取り組んでおります。みんなで心を一つにして大きな声で皆さんに届けられますように練習してきました。今回入学して間もない1年生も参加しています。一生懸命に頑張りますのでお聞きください。それでは小学1年生、2年生、3年生による群読あいうえお歌お祭りです。低学年の皆さんよろしくお願いします。
年生から5年生全員で心を込めて合奏する曲です。ずっと受け継がれてきた伝統あるこの4曲をお聴きください。それでは小学4年生、5年生、6年生による器楽合奏です。高学年の皆さん、よろしくお願いします。Thank you.
小学生の発表による文学と記憶合奏をお送りしました。ありがとう。